2020年12月17日13時半からの番組をスタートします。13時半からの番組は武蔵王、武蔵大学、金子ゼミ、稲田、坂野、田中、松本がお送りいたします。この番組は放送後 YouTube にアップロードされます。映像、音声の有無は自由です。 YouTube 上ではチャットやお名前は表示されませんので、ぜひお気軽にご参加ください。言語頭脳ナンバーワン決定戦武蔵王、イエーイ。はい、ということで今回私たちは言語をテーマとしたクイズ番組をお送りしていきます。ではなぜ今回言語をテーマ設定したかと言いますと、前回私たちはエンターテインメントを中心とした文化を取り上げたんですけれど、今回もその文化に着目しまして、その中でも文化を語る上で不可欠なのは言語だというふうに考えまして、こうしたテーマを設定することにしました。しかし、ただ世界の言語を取り上げて紹介するだけだと皆さんの印象にも残りにくいですし、せっかくのルームで配信して双方のコミュニケーションを取れるというミラクル TV の、いい面を活かしていこうと思って、今回は皆さんが参加できるをお送りさせていただきます。もちろん、これ今見てくれてる学校の皆さんにも参加していただきますので、ぜひ参加してください。しっかり見ていてください。今ここで聞きたいんですけど、もしちょっと不明性のクイズとかもあるんですけど、不明されるの難しいなという方いらっしゃいますかね。したら何か反応していただけると。それからこちらから質問させていただくので、はい。クイズの形式なんですけど、指名制のクイズが組み合わせて3種類となっています。まずは前回同様、チャット式で、こちらで問題出題しますので、チャットでお答えください。で、その後は、指名制のクイズになってまして、問題を出題してから、皆さんの中のお一人を指名します。制限時間は正式には設けていませんので、これかなと思った回答を、言っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。で、最後は早押しクイズになってまして、問題が出題されたら、Zoom の皆さん下にある反応というボタンありますかね。そちらを使っていただいて、私たちにアピールしてください。ありがとうございます。はい。そうしましたら、こちらで誰が一番反応早かったかってジャッジしまして、その方指名するので、そしたら回答をお願いします。で、こうした形式でクイズ番組を行っていくんですけれど、今回は学生チームと、その他ご参加いただいている方をミラクルテレビチームとさせていただいて、両者で一応対抗戦という形にを取ります。で、こちらで一応正解数を得点換算して勝敗一応つけますので、ぜひ積極的にご参加ください。で、この番組を通して日本を含めた世界の言語の知識の新たな習得はもちろん、再確認というのもしてもらって、あとは面白さとか、
言語から伝わるそれぞれの文化っていうのを楽しく知っていただければ嬉しいです。ということで、それでは早速チャットクイズから出題していきます。お願いします。はい、まずはじめはチャットクイズです。 Zoom のチャット機能を使ってこれだと思う選択肢 A、B、 問題によっては C の中から一つ選び回答してください。こんな時期だからこそお家からみんなで一緒に楽しく賢くなっちゃいましょう。それでは参りましょう。第1問。問題。塵も積もれば山となる。英語圏の国々にも似た意味のことわざがあります。それは次の A と B のどちらでしょう。 A、 多くの雫がシャワーを作る。 B、 多くの歌声が素敵な合唱を生み出す。それではシンキングタイム1分間です。よーいスタート。残り30秒です。皆さんぜひお答えください。もう A も B もどちらも今のところいらっしゃいますね。どうですかね。A の方がちょっと多いですかね。 A と B をどちらも回答している方もいらっしゃるんですけど、どちらがどちらだと思いなのでしょうか。残り10秒です。はい、ラストです。回答されてない方いますかね。うう、負けたか。ありがとうございます。どうでしょうかね。それでは終了です。正解見てみましょう。じゃん、正解は A の多くの雫がシャワーを作るです。これは英語で Many drops make a shower。コツコツ努力し続ければ何かを成し遂げることができる。どこの国に行っても継続は力なりの精神は共通なんですね。それでは次の問題いきます。問題。 Practice makes perfect。 練習が完全をもたらす。このことわざは日本のどのことわざと同じ意味でしょう。 A、転ばぬ先の杖。 B、 広報にも筆の誤り。 C、 習うより慣れろ。それでは1分間お答えください。どうぞ。おっしゃる回答が多いですね。おお、いいですね。ラクテスレビューチキンさんも結構 C が難しいですね。ラクテさんは A が多いですかね。これ回答されてないかと思いますね。10秒です。50秒です。これ正解した人数だけ点数入りますので、書いた方がお得です。それでは終了です。正解見てみましょう。じゃん、正解は習うより慣れろ。 Practice make make perfect は最初はうまくできない人を励ますときや、コツコツと練習を積み重ねて
できるようになった人を褒めるときによく使われるそうです。またさっきの選択肢、転ばぬ先の杖とは、失敗しないように万が一に備えてあらかじめ十分な準備をしておくという意味であり、広報にも筆の誤りとは、その道にかけた人でも時には失敗をすることがあるという意味です。すいません、今の広報じゃなくて工房です。工房、ありがとうございます。ご指摘ありがとうございます。失礼いたしました。工房にも筆の誤りですね。そして回答の習うより慣れろとは、本や記事、他の人たちからの意見や教えてもらうよりも自分で知識を高める、経験する、習慣的に練習するなどした方が覚えられるという意味で正解になります。それでは次の問題いきましょう。問題、タイムフライズ、時は飛び去る。このことわざは日本のどのことわざと同じ意味でしょうか。 A 一日千秋、 B 時は金なり、 C 幸運やのごとし。それではシンキングタイムスタート。Cの方が多いですね。残り30秒です。やっとで、どの問題の答えかっていうのはちょっと区切りがつかないですね。これ全部一緒になってるから。あ、そうですね。どの問題の答えか分かんない。一応、問題ごとに第3問、はい、第2問って、あのチャットには、いや、チャットはちゃんと分かれて出てる。はい、間に第何問っていうのを入れてるだけなんですけれど。あ、はい、すみません、ちょっと分かりづらくて申し訳ございません。はい、で、金子先生は一応ミラクルテレビチームの方でご参加お願いします。それではこの問題の回答に移りたいと思います。正解は幸運やのごとしとタイムフライズとは、時間はすぐに過ぎていくという意味であり、日本語の幸運やのごとしと全く同じ意味です。また選択肢にあった時は金なりとは、英語で Time is money、 そのままですね。これもこのままなんですけど、英語では時間はお金と同じように非常に貴重なものなので無駄に浪費してはいけないという意味です。実はこれはアメリカから来た考えだとされています。アメリカ合衆国建国の父の一人で、100ドル札紙幣の肖像画にも書かれたベンジャミン・フランクリンがこの言葉を言ったとされています。それでは次の問題です。問題、It's hard to see what is under your nose。 鼻の下にあるものは見えにくい。このことわざは日本のどのことわざと同じ意味でしょう。 A 目の上のコブ、 B 円の下の力持ち、 C 東大元暮らし。それでは回答お願いします。担当が多いですかね。皆さん、ご回答ありがとうございます。残り30秒です。
り10秒です。それでは回答に参りましょう。正解は C の東大元暮らし。鼻の下にあるものは見えにくいというのは、探し物が見つかった時に使われることが多いそうです。ちなみに日本語の灯台元暮らしの灯台とは、港にある海岸や沖を照らす灯台だと認識しがちですが、実は江戸時代まで広く使われていて、ろうそく台のことを示しており、灯台の炎は周囲をぼんやり照らすものの、燭台の真下は案外暗く見えにくいということから生まれたことわざだと言われています。それでは次の問題に参りましょう。問題です。ヒレカツのヒレ、実は外国由来の言葉です。どこの国でしょうか。国名をお答えください。どうぞ。これは結構難しいですね。あ、選択じゃない、そうですね、選択問題じゃなくて国名を答えていただく問題になります。どんどんご自由に。お、アメリカ、そうですね。英語は結構広く伝わっているので、うん、アメリカ考えられますね。フランス、お、フランス、ポルトガル、お、あ、いろんな国が、ね、そうですね。結構ヨーロッパとか多いですかね、これ。あ、そうですね。みんな知ってるんですかね。結構アジア圏の、そうですね、来ましたね、急にアジア来ましたね。そうですね、中国とかも確かにありそうですね。私も調べるまでこれも日本語だと思ってたので。そうですよね、ヒレカツって日本語で使いますもんね。フランスも意外と多いですね、はい、そうですね。回答は出揃った感じでしょうか。そうですね。はい、ではイタリア、ありがとうですね。ありがとうございます。では正解に移りたいと思います。正解はフランスです。おお、すごい。実はヒレカツのヒレはフランス語で、そこから日本に入ってきたと言われています。ちなみに日本語のとんかつはジャパニーズポークカツレットと表現できるのですが、そのままとんかつでも最近は伝わるようになってきているそうです。日本食文化の知名度が高まっていることが見受けられます。それでは次の問題です。問題。フィンランド語でポロンクセマ。とある動物が休憩なしで疲れず移動できる距離のことを指します。これはどの動物でしょうか。動物の名前をお答えください。どうぞ。これも選択問題じゃないの で、 です、ね、動物の種類をお答えいただきたいです。トナカイ、あ、いいですね。季節にぴったりですね。ナマケモノ、すごい。おお、犬とかもいいですね。そうですね、いろんな答え。リスも可愛いですね。リスはどのくらい歩けるんですか。クモ、あー、ちょっと今のところ結構ご回答いただきましたが、はい、東京テレビチームの方々、この回多いですね。そうですね。ああ、これからクリスマスなんだよね。ミラクル TV チームはトナカイが多いですね。鳥、ね、そうですね、移動できる距離だから鳥も飛んだら結構移動できますもんね。そうですね、犬とトナカイが多いですかね。はい、そうですね。では、それでは回答を見てみましょう。じゃん、正解はトナカイです。すごい、みんなわかってる。正解者の方多いですね。いっぱいいますか。この距離は
あ、ポロンクセマは日本語に翻訳するのがとても難しい言葉なんですけど、推定では約 7.5 キロぐらいではないかと言われているそうです。それでは次の問題に参ります。問題、オクラは実は外国語です。どの国の言葉でしょうか。国名をお答えください。どうぞ。これも結構私たちの日常的に使っている言葉なので、外来語というのがまず驚きなんですけれども、国名を答えていただくと、いろんな地域の方、エジプト、確かにありそうですね。すごいですね。ヨーロッパからアフリカまで。ホンジュラス。ホンジュラス、ありがとうございます。ありがとうございます。前回見ていただいたことということで。ありがとうございます。ポルトガル、そうですね。ポルトガルから来たものって意外と多いですからね。そうですね。一緒にやってきてる可能性ありますね。これ街灯が割れてますね。そうですね。アフリカの大陸の方にも結構ロシアにかぜひ変えてください。変えたい方はもうどんどん後から、はい、以上です。どうですかね。で、揃いましたかね。揃いましたか。では正解見てみましょうか。それでは正解はじゃん、アメリカです。皆さんどうですか。アフリカの方はいらっしゃいませんね。ああ。意外と実は英語でオクラ、そのままオクラなんですね。さらに英語のオクラにも由来があって、オクラを意味する西アフリカガーナ地域の言葉から、言葉エンクルマから来ているそうなんです。この回答ありますね。浅野さん、これご存知だったんですか。あ、ちょっとミュートになってますね。ミュートすいません。はい、常識です、これ。あ、そうなんですね。そうなんですね。あ、そうなんですね。じゃあアメリカの言葉なんですけど、それもガーナ由来ということで勉強になりますね。うん、勉強になります。では次の問題いきます。問題、日本語で目には目を、歯には歯を、ではドイツ語では何という。A、バームクーヘンにはバームクーヘンを、 B、ソーセージにはソーセージを、 C、ビールにはビールを。それではお答えください。どうぞ。金子先生、食べたいのは B なんですね。はい、確かにそうですね。あ、B って書いて多いですね。ちょっと割れたかなと。間違えた。間違えた、これ。間違えましたか。そうしましたら、後から、はい、お答えいただければ。出揃いましたかね。出ましたか。待って。あ、ありがとうございます。果たして。どんな回答が見られるのでしょうか。B でしょうか。お、 B ですね。ありがとうございます。多いかと思いきや、A とか C もお答えいただいている方いますね。これで出揃いましたかね、うん。回答が気になります。見てみましょう。じゃん。B のソーセージにはソーセージをです。と、日本語では目と口なんですが、ドイツでは有名なソーセージ、それが使われているんですね。それで同等の仕返しを表すそうです。これは文化の特色を色濃く感じますね。それでは次の問題です。ドイツ語で追加でソーセージをもらう、この言葉の意味は。 A、 追い払われる、B、 無駄なものをもらう、 C、
特別扱いされる。それでは回答をどうぞ。これもドイツ語の問題ですかね。ドイツ語は結構ソーセージっていう言葉をことわざに取り入れることが多いようですね。A、B、C。おお、回答割れてますね。あ、この問題がチャット方式のラスト問題です。皆さん正解してください。そうですね、B と C 多いですけど、もう C が増えてきましたかね。そうですね、やはり結構割れてますかね。どうか回答は出揃いましたでしょうか。ね、ラスト問題大丈夫そうですか皆様。それでは回答いってみましょう、はい、正解は C の特別扱いされるなんです。貧しい人にとってソーセージは贅沢品だったんだとか、人に比べて少し何かを多くもらうことだったり、優遇されたり贔屓されるときにこの言葉が使われるそうです。ドイツ語はソーセージが多いですね。そんなことが分かったこの問題でした。この問題どっから持ってきたの？この問題はいろいろ調べて、いろいろ調べた、はい。それではチャット問題これで以上となります。ご参加ありがとうございました。はい、チャット問題皆さんいかがでしたでしょうか。ご参加ありがとうございました。そうしましたら続いてクイズに行きたいところなんですけれども、ここで田中の豆知識コーナー、イエーイ、お願いします。ここで田中の豆知識ということで、言語に関する面白いお話を用意してきましたので、ぜひ聞いていただけるとありがたいです。春雨、夕立、霧雨、しぐれなどなど、これらはすべて日本語で雨を表す言葉です。これらは日本には四季があり、四季ごとに降る雨に名前をつけた情緒深い日本人の感性が生んだ結果と言えるでしょう。ここでの紹介は省きますが、日本語にはなんと400以上の雨を表す言葉があるそうなので、皆さんも興味があればぜひ調べてみてください。ちなみに僕は雨のようにほんの少しだけ降る雨を指す涙雨という言葉があるそうなんですが、それがちょっと響きが良くていいなと思いました。さて、このような言語特有の名詞の多さなんですが、日本語の雨と同じようにアラビア語ではラクダを表す名詞がたくさんあるそうなのです。なんとラクダの性格だったり水の飲み方によって呼び方を分けているらしいです。生活様式が言語そのものを形成しているなんてちょっとロマンチックですよね。そういった文化的な背景を理解することも異文化交流で大切なのかもしれないです。以上です。ありがとうございました。こうやってね、あの国々によって、その国によってと詳しくされている言葉っていうのはすごく興味深いなって、今回こうやって言語を調べてみてそういうものを知ったので、皆さんもぜひそういうものがあればいいかなと思います。はい、そうしましたら続いて指名制のクイズに行きます。稲田さんお願いします。はい。では早速指名制の問題第1問。寝た子は起こすなという日本語のことわざと同じ意味で英語圏で使われていることわざです。眠っている〇〇は寝かせておけ、この〇〇に入る動詞は何でしょう。ではミラクル TV さん側と武蔵大学生側交互に示していきます。ではまず北谷さん、よろしくお願いします。なんだろうこれ、眠っている。なんだこれ。眠っている。赤ん坊。はい。では、正解の方を発表したいと思います。正解は。すいません。はい、すいません。違った。
または犬か。英語ではレッドスイーピングドッグスライ、もしくはレッドスイーピングライオン。知らなかったな。この2種類が、うん、こうしたはい。また同じ。だから猫って言おうと思った。なるほど。猫もありそうですね。はい。あの英語ではおなじみにフルケズをかきむしるもあったり、日本語でも同じ技は。触らぬ神にたたりなしとか、野望するっていうのあまり危険をやたらに刺激せずにそっとしておくっていう意味のことわざは結構どこの国にも見られるんだなっていうところが興味深いと思いました。ドッグは複数形でライオンはあだから単数なんだね。はい、そうです。そういうところもの違いもすごく面白いと思います。それでは次の問題に進みたいと思います。次、第2問です。テクテク、シーンなどの擬音はフランス語で〇〇、こういう、テクテクとかシーンっていうその擬音とか擬態語とかを、フランス語でどのように、言うかっていう問題です。難しいこれ。ではこちら武蔵大学生チームにお答えいただきましょう。ランダムで指名させていただきます。それでは高吉くん、よろしくお願いします。ワンワン、あのワン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 、あの犬に引っ張られてるのかなって。ワンワンです。あ、なるほど。じゃあ誤解とワンワンということで、それでは正解の方を確認していきたいと思います。それでは正解はオノマトペです。結構オノマトペっていう言葉単体では聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、こういった、こういったあ、そうです、正解なさった方もいらっしゃるみたいで。あ、これチャットなの？あ、いえ違います。ちょっとそういった感想をちょっといただいたので、すいません。それでは、オノマトペということで、このオノマトペっていうのはギリシア語のオノマトポイア、言葉を作るっていうのを語源としているんですね。だからそのものシーンとかは本当にシーンってなってるわけではないんですけれども、そういった状況に合わせた言葉を作るといったところから来ているんだなと思うと興味深いと思います。それでは、第3問、次の問題に移りたいと思います。すみません、ちょっとパソコンが。はい、失礼いたしました。第3問、現在日本で浸透している言葉の中には、聖書が由来のものが多くあります。ヒントをこれから出していきますので、ご自由にお答えください。それでは、ミラクル TV さん側の浅野さんに代表してお答えいただきたいです。よろしくお願いします。え、ヒントないやん。あ、今から、第一つ目のヒントを表示します。はい、お、難しいですねこれ。え日本語の言葉ちょっとだんだん簡単にのヒントを、はい、失礼いたします。じゃあ二つ目の、わかりません。2つ目のヒントを表示します。あ、まあ、これも結構難しいですかね。これ、1つ目と2つ目違う言葉を持っているんですけれど、ね、今これで3つ目も、3つ目が一番簡単ですかね。3つ目、目から鱗。お、あ、大正解です。正解です。では最後のヒントを一応表示させていただきます。最後これ買いますかね。え、あ、違うのね答えは。あ、そうですね、別々の。ああ豚に真珠。あ、その通りです。正解です。それでは解説の方移っていきたいと思います。本当にすごくいろいろな言葉が聖書から
由来が来ていて、さっきのヒント一つ目は砂上の楼閣、ちょっと砂のお城だったんで遠かったかもしれないんですけど申し訳ないです。でその次あのまさに正解なさったようにその目から鱗、そして豚に真珠で、他にも七転び八起きだとか働かざる者食うべからずといった本当に日本語にすごく浸透した答えも、言葉もすごく聖書から来ています。でキャンプファイヤー中だったりとか体育の授業に踊るマイムマイムといったものも、もともとはイスラエル民謡であり聖書中に記載があったりするんですね。というわけですごく知らなかった、はい、ちょっと日本は宗教色が薄い国って言われてるんですが、こうやって普通に日常に使われている言葉にもその聖書といった宗教から来た言葉もたくさんあるんだなっていうのが分かってちょっと面白いなと思いました。それでは次の問題がラスト問題になります。それでは次の問題いきます。はい、以下の、絵の共通点、まあ、この絵が指す言葉の共通点なんですが、実は全て同じ国からの言葉なんです。それはどの国名か、お答えください。はい、では武蔵大生チームから、相田さんよろしくお願いいたします。天ぷらって日本じゃないってことですか？あ、そうなんです実はそうなんですね。じゃあポルトガル。はい、では正解の方移っていきたいと思います。あ、正解ポルトガルです。ありがとうございます。絵はそれぞれボタン、カルタ、カッパ、天ぷらを表しており、他にもカステラ、ビロード、コンペイト、タバコなど本当にさまざまな言葉がポルトガルから来ているんですね。南蛮貿易が盛んに行われていたポルトガルがからの外来語は多く、外来語と気づかず浸透しているのが特徴です。それでは、この指名戦の問題、ただいまの問題で終了となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうしましたら続いてまたそうですね、田中の豆知識コーナー、田中くんお願いします。はい、どうも田中です。続いての田中の豆知識のコーナー、2回目でございます。今回はちょっとストーリー形式のお話になるんですけども、とある福岡出身のレストランのオーナーのお話をします。氷見岡島さんという方がニューヨークで経営する博多料理店のお話です。明太子を英語で直訳してお店のメニューにタラの卵と出したところ非難攻防、鳥の卵じゃないわ、魚の卵ですねを食べる文化がないアメリカではかなり気持ち悪がられてしまったんですね。岡島さんはとても困りました。どうしたらこの美味しさがアメリカの人たちに受け入れてもらえるのか。岡島さんの出した答えはこうでした。博多スパイシーキャビア、この名前に変えた途端に爆発的なヒットを記録したそうです。うまいうまいと食べるアメリカの人たち、なんだこれはお酒に合うじゃないかとお店は大繁盛しました。この話から分かることは、人は言葉を食べているということです。明太子そのものは何も変えてない、変えたのは言葉だけ、言葉の魔力を感じますね。以上です。顔出してください。え、顔出てないですか？あ、うん、すいません。はいはい、以上です。はい、ということで田中くんありがとうございました。そうしましたらですね、最後時間も少ないんですけれども、最後の早押し問題に入りますので、皆さん最後までご参加ください。それでは共有させていただきます。早押し問題？
そうです。早い者勝ちってこと？そうですね。はい。皆さんの、下にあるチャットの機能を使っていただいて。チャットであるの？はい。あ、チャットではないですよね。すみません。間違えました。反応のボタン、皆さんありますかね？あ、反応ね。はい。なので、答えが分かったら、下の反応ボタンでアピールしてください。こちらで、指名いたしますので、回答の方をお願いいたします。はい。それでは、第1問。日本語で言う、首をかしげるとは、英語で言うと、どうなるでしょうか？ A、腰をかしげる。B、頭をかしげる。C、骨をかしげる。さあ、どれでしょうか？早いもの勝ちなので、どんどん皆さん押していってください。はい、北西さん、よろしくお願いします。あ、B の頭をかしげる。はい、正解です。B の頭をかしげるです。はい、かしげる、これ英語で言うと、tilt the head となりまして、かしげるっていうのは、まあ、水平であるものとかを傾けるって意味なんですけれど、まあ、日本語の首をかしげると、まあ英語の頭をかしげる、どちらも同じような動作を表しているのに、部位が違うっていうのは、これまた文化の違いが表れているのかなというのが感じられますね。ということで、北西さん、正解です。ありがとうございます。続いて、第2問。フランス語でくしゃみを表すオノマトペは何でしょう？こちらオノマトペ、先ほどの問題にありました擬音語ですね。こちら3択ですので、分かったらぜひ反応してください。A、ハクション。B、アチューム。C、アチュー。はい、どれでしょう？それでは、金子先生、よろしくお願いいたします。あ、申し訳ございません。ミュートに。あ、本当？じゃあ、C のアチュー、違う。はい、回答ありがとうございます。正解は B。あ、B だったか。はい、教えて。はい、金子先生のお答えいただいたアチューは、英語圏のくしゃみを表すオノマトペで、B はフランス語になっております。で、他にくしゃみを表すのは、ロシア語ではアプチキーで、韓国語では H。というふうに同じ音を聞いてるはずなのに、こんなにも表現が違うっていうのは、またこれも面白いなというふうに感じますね。回答ありがとうございました。アチュー、はい、アチューって言うんですね。ありがとうございます。ということで、第3問いきましょう。第3問、はい、日本語では尻に敷かれている、ではドイツ語では何の下に敷かれているというでしょう。こちらも3択問題なので、ぜひお答えください。 A スリッパ、 B 布団、 C カーペット、どうでしょう。学生チームの皆さんもぜひどんどん積極的にお答えください。あ、杉浦さん、お願いいたします。消去法で A しかないと思うんだけど、布団は向こうにはないですもんね。おー、カーペットかもしれないけど。答えどちらにいたしますか？ A ですね。 A ですね。でも A のスリッパっていうのもないよね。C かな。C ですか？よろしいですか？はい、カーペットだね、はい、それでは回答はなんと A なんですね。あ、 A か。こちら、ドイツでは結婚式の後に新郎と新婦が互いに足を踏み合い、どちらか先に相手の足を踏んだ方が家庭で主導権を握るようになるという言い伝えがあるみたいで、まあ、家庭で、ドイツではスリッパを履く習慣があるようで、スリッパで足を踏まれた方が相手の、相手に対して頭が上がらないということから、このことわざが生まれたと言われています。これは日本にはない面白い表現の仕方かなと思いますね。はい。続いて、こちらちょっと問題の数が第4問ですかね。参ります。翻訳すると、そんなことソーセージだ。この言葉の意味は何でしょう。ソーセージ、先ほども出てきましたが、これドイツ語のものなんですけれども、意味をお答えください。A、そんなことどうでもいいよ。B、そんなこと朝飯前だよ。C、そんなこと面白すぎるよ。果たしてどれでしょうか。どんどん皆さん積極的に。
杉田さん、よろしくお願いします。ぜひ反応していただいて答えていただければ得点。あ、相田さんがリアクションしてますかね。じゃあ相田さん回答お願いします。A。はい、A のそんなことどうでもいいよっていう方ですね。ありがとうございます。果たして正解は A、大正解です、うん。はい、そんなことどうでもいいよという意味ですね。はい、ドイツではこの問題のようにソーセージという単語、よくことわざに用いるようなんですけれども、まあ、他にもソーセージが問題だという表現で、今が正念場という意味になったり、いろんな種類があるんですね。でドイツ語にはなんと1500種類以上ものソーセージがあるみたいで、あ、普通に食べるソーセージですね。はい。なので、そうした文化っていうのが、このことわざにも反映しているのかなというふうに感じますね。はい。と、皆さん、回答ありがとうございました。ということで、時間がそうですね。45分間の番組ですので、ここで終了とさせていただきます。ということで、最後に得点の発表だけさせていただいて、はい。そうしましたらですね、得点が、じゃ先に学生チーム、学生さんチームの得点が、33点。はい。これに対して、ミラクルテレビさんチームの得点が、36点で。ということで、優勝というか、勝ったのは、ミラクル TV テレビ、ミラクルテレビチームの皆さんでした。おめでとうございます。ということで皆さん本当に積極的なご参加ありがとうございました。商品ないんですか？用意しようと思ったんですけど、やはりちょっとこういったリモートという形なのでちょっと厳しかったですね。次回はぜひ対面でできたら商品景品も用意したいと思います。学生さんチームの罰ゲームやってください。ここでそうしましたらこの番組終了後にぜひということで、今回こうしたクイズ形式でお送りしてったんですけれども、言語まだまだ深い部分がたくさんありますので、こうしたことをきっかけにさまざまな言語に触れていきたいなと思います。ということで、今回はご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。